はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、おそらく完結してるであろう漫画、まあ、非常に読みやすい作品ですね。まあもうタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、タイトルがね特徴的すぎるんで、まあ、早速ねもう紹介していきましょう。こちら、ストーカー行為がバレて人生終了男っていうね漫画です。この男の子、メガネをかけた男の子、この子がストーカー行為をして、で人生が終わってしまうっていうお話ではないんですよね。まあこれ何かっていうと、まあ簡単に言うと、サスペンス漫画ですね。サスペンス謎解き漫画っていう感じです。簡単にあらすじ紹介しましょう。主人公は影沼秀夫っていう、まあ、中堅私立大学の4年生で、まあ現在ね就職活動中で、そんな影沼の唯一の趣味っていうのは、街で見かけた可愛い女子の後をつけること。別にそれで触ったりとか襲ったりとか忍び込んだりとかそういうことはしない。ただその街で見かけた女の子をつけていって、でその子を、でその子がどういう特徴だったかをノートに書くっていう、まあ、超キモい趣味を持った女の男の子。ただ、まあ、まあ犯罪といえば犯罪なんだ、相手が訴えたら犯罪なんだろうけど、まあギリギリ法律はの境目というかグレーゾーンをついているような主人公でね、うん、である日ね、まあ、就職活動苦戦してたんだけど、ついに就職活動で決まったと、うん、でしかもそれが結構有名な会社に就職活動が決まったと。でそれでねやったと、もう人生最良の日だと。で影沼は帰りにね、これが最後と心に近い、まあ、ほろ酔いの美女の後をつけるんだよね。まあ、それがめちゃめちゃいい女性だったんだよね、うん、ただこの女の子についていったが最後、最悪の事態に陥ると、うん、いろんな事件に巻き込まれていくというお話ですね。ちなみにこの漫画はね全部で今のところ3部です。全部で1部2部3部ってあって、1部が、学生時代編、2部が新入社員編、で3部が、まあ、普通に社会人編、このね3部構成になってるんだよね。もちろん第1部っていうのはこのストーカー行為っていうことが、きっかけでいろんな事件に巻き込まれていくんだけど、2部3部っていうのは別にストーカーしてないです、ほとんど。ただ、この影沼っていう男の子も別に、なんて言うんだろうな、なんか犯罪とかをするわけじゃないんだけど、こうこっそり相手の秘密を知るっていうことに快感を覚える男の子なのかなっていうのは個人的に見てて思う、うん、読んでて思う。ただそのこっそり秘密を追うっていうのが、事件解決の役に立っていくとそういうね、そういう感じのお話で、事件に巻き込まれはするんだけど、またそれをきっかけに事件も解決すると、うん、そういう感じの漫画ですね。まあ、言ったら謎解きサスペンス漫画って感じですね。特に第3部にだってはもうほとんどストーカー行為というストーカー行為は僕はなかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ本当にね結構面白いです、うん、全部でね今第3部もう完結してるんだけど、第3部までで138話ぐらいまで行ってるんで、まあ、多分ね結構人気のあった作品なのかなっていうふうに思います。で第3部の終わり方もな、今後を期待させれる終わり方をしてるんで、もしかしたら今後第4部もあるかもしれないです、うん、まあ、ちょっとね今後どうなるかっていうのは分からないですけどね。もう多分ね完結はしてると思うし、まあ、次っていうのはないと思うんだけど、まあ、普通にねでもこの1部から3部普通にドキドキしながら読めるおすすめのサスペンスミステリー漫画なんで、まあ、よかったらぜひ一度そういうのが好きな方は読んでみてください。タイトルが卑怯だよねタイトルで気になっちゃうもんねやっぱり、うん、まあね本当に読んで、まあ、後悔はない作品かなというふうには思いますんで、よかったらぜひ一度読んでみてください。そんなところかな。ちなみにこちらの漫画はねこちらマガポケっていうアプリで無料で読めますんで、よかったらこのアプリ落としてもらって、ストーカー行為がバレて人生終了とぜひ一度読んでみてください。そんなところかな。それではね今回僕のこの話を聞いてこの漫画読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録高評価お願いします。読んだよっていう人はねぜひ下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。